パイプ運んでいきます。よし、これでラストの束。はい、もう少しで整地完成です。普段あんまり外で仕事せん。壊します。草がやべえ。でもやっていきます。焼けてるね。ごめんよ。9メーターありまして、軽トラ軽でしたら5、6台、7止めれるかな。でこう回ってこれるんでいいと思います。でここに看板立てようかな。あっちのあの辺も、はい、あの奥がね結構川水が流れ込んでるみたいなんで、それの補強作業しております。本当はねそこを駐車場とかにしたかったんですけれども、ちょっとかなり水が入ってるみたいなんで狭くなりますけれども、まあ仕方がないってことで作業続きやっていきます。パイプ入れます。パイプ入れました。やばいよ。はい、昼からは育苗乾燥、慣れましたか？うん、慣れました。
もう一つあるんちゃうか。感想をお願いします。楽しいです。それ前も言ってました。変化を言ってほしいです。この前しんどい言うてて。こんな仕事やったらまぐれもします。何してるん。これも撮ろうか。汚いから撮ったれ。ダメ。はい、お疲れ様です。今日はね、2日の約2日3日の農作業の動画でした。1日目はめちゃめちゃ暑くて、2日目は雨でしたね。雨。おばあちゃんとかおかんの作業風景見ていただいたと思うんですけれども、あんな感じでやらせていただいております。今日はね、水やりしてから雨っぽい、湿度が高かったんでそんなに冠水はしないですね。600リッターぐらいです。はい。で、小株のあるロング肥料、苗をね全部整える肥料をちょいちょいやっておりまして、そちらはまた後日あげさせていただきます。めっちゃいいらしいんでね。はい、僕も使っております。まあそんなポット受け、はかき、そしてざっと現状7500株ぐらいまで来ております。もう混んでるとこはね、こういったちょっとまあ真ん中にもう一個親株置いてるのあるんですけど、こんな感じでっていうとこ混んできてるんで、まあランナーカットしようかな、親株から切り離しようかなっていう悩んでるところですね。でもちょっと足りないんで、まだ置いてるところでございます。ほんま盆8月の2週目とかに切れたらいいな思ってるんですけど、だいたい1週間で1000株ぐらい増えてるんで、来週、まあ、2週間、10日間ぐらいで1000株いけばいいかなっていうところです。まあ、最悪8月末まで切り返しのかなと思ってますんで、ハウスがね今建ててるんでね、本来なら9月の中旬に植えたいんですけれども、9月末とかにちょ柿とかぶるんですけどね、定食になる恐れがあるんで、その辺は臨機応変に対応していきたいと思います。明日はまだ晴れなんでね、ハウスの整地、ちょっと今イチゴ狩りするところのね空想してるんで、こういったらお客さんが喜んでくれるとか、まあ楽しく皆さんがご利用できるようなイチゴ狩り園作りたいと思っております。そんな感じですか。まあ今日はこんな感じで一応作業は終了したいと思います。